どうもスプリンターセルブラックリストやってまいります。プレス日記で、はい、セレクトディフィカルティ、難易度ですね。なんで英語なんだちょっと設定見直しますか。右下にランゲージって出てますね。これがイングリッシュ、日本語にしましょう。はい、ディスプレイサブタイトル OK です。ムサどうでしょう。よし、日本語になりました。で、難易度なんですが、ルーキーはこれは甘えですね、ダメですね。で、ノーマル、スプリンターセルシリーズを遊んだことあるプレイヤーに適しています。一応前作のコンビクションは遊んでおります。それだけです。で、スプリンターセルシリーズが得意なプレイヤーに適しています。そしてパーフェクト、リアルを極めたプレイヤー。エクスキュートを使用できない、ソナーゴーグル、ソナーゴーグル、これ使えないのは厳しいですね。ではリアルにしましょうか。よし、今回はムービー中も喋っていきたいと思いますよ。グアムアイランド、これは虐殺特殊部隊のようですが、フレーム落ちですか。そして、ひどい、これは悪者に違いないですね。状況を報告せんか。お、吹き替えだ。一体何が起きてる。おっさんだらけですか。誰一人として逃げられると思うなよアメリカから隠れられませんぞ。逃げはせん逃げるのはアメリカの方だ。ナイスショット。ロシア人でしょうかアンダーソンエアフォースベース。おお、いきなりシーンが変わりましたね。この人は、こういう仕事じゃ武器なし、アナゴさん、そういう契約だ若本さんでしたっけ。責任者は誰だ。マクゴアンさ、持ってけ。ま、気休めだから。この声は前作でもインドネシアで手に入れた。ナイフですね。すまないな、コステ。ってことは、この人がサム・フィッシャー、主人公ですね。ところで、帽子かぶった方だ。悪い、こいつを仕上げるのに少し手間取っちゃったもんださ。基地には聞こえないようにしたんだ。おお、やっぱ吹き替えっていいですね。横から口出しをされたくないからね。見込み通りだ。あれ、ジミーに似てないですか、グランドセフトオートの。サムおじさん。なんで銃渡したんでしょう。なんか潜入するので、アップロード、こういけます、武器をチェックされるとか。いけます。これさっき各班こちらキング襲った人開始する。了解。ダメだ、よくわかんない初見です。今回は初見です。クイーン、で、できるだけ頑張って喋っていきたいと思います。不本意なこともどんどん喋っていきたいと思います。2、3日電話できないとサラに言ってくれ。サラって独身だよね。サラ、あ、それ違うってこと。狙ってるのか。父のハッキングはよせ、居候の身だでもあんまりにもちょろくてさ。サラのことについて詳しく話したら前回のネタバレになってしまうのでやめておきましょう。ビデオよし。ビデオよし。ロシア人っぽいですけど、服装も面白いし。執行まで40日。アメリカの、放っておけ。アメリカの敵といえばロシアっていうイメージですよ。ブラックリスト発動だ。ブラックリスト。やれ。ブラックリストとは。アンダーセンター、こちらパラディン02、離陸許可を求む。何の役をやってもこの喋り方なんですよ。ご紹介。いや、そうじゃないな。アンダーセンター、こちらパラディン02。ヘリパッド A9 からの離陸許可を求む。音がない。何だってんだ、イラつくぜ。将軍とのポーカーに遅れたらまずいというわけか。ヘリの金をどうやって払うと思う。あ、将軍に会うために武器は置いてったんですね。お、交換がかっこいい。グレネード持たせて、あ、名誉のあるシーンっていうやつですね。セーブ中。爆弾か。ピッピッ
ブラボー報告を。順調です。こうテロリストによってドゥエル。あ、空港が爆破される。で今ヘリで運よくサムおじさんは脱出できた。おお、クソッタグー、クソッタグー。メーデー、メーデー、メーデー、パラディン02墜落する。パラディン捕まり。大丈夫かな、いきなり主人公死亡。あ、サムおじさんここで降板なんですね。さあ、あ、生きてた。主人公補正ってやつですね。基地か、基地か。防衛線のすぐ外だ。立てよ、ここにいたらいい的だ。おお、手を貸してくれ。シャーリーからだ。今さら無線が。おい、よかったよ無事で。一体何が。墜落した。あ、さっきの怪我はない。ジミーに似てた人。弾薬庫が爆発したらしい。そっちは。そっちはトラックの下に隠れてるよ。それよりどの回線も死んでる。きっと RF ジャマーだ。発信源はそこの奥だ。じっとしてろ、ジャマーを探す。あ、もう一回基地に入っていくわけですか。こっちのジャーマーを逆に使われたに違いないぜ。おお、足大丈夫ですか。どうしてそう思う。俺ならそうする。立てるか。用心しろよ。さあ、おお、水がきれい。そして肌にこう動かせる。肌が動い、肌に水が付着していて、それが反射して綺麗です。足引きずってますね。プロの仕事。排水口に隠れる。おお。一応あのスプリンターセルシリーズは前回のコンビクションのみやっております。でシステムは多分同じだ。おお。空爆。迫撃砲じゃないぞ。ロケット見ろ。ロケット。ああ、伏せろ。あ、この伏せるボタンって結構どのゲームでも同じボタンなので、反射的に押しても同じだったりしますよ。登るがいいですね。さあ、このアナゴさんと一緒に、ギアのライトが点滅する。お、敵ですね、あの迷彩は。あ、違いますね。あれ、コステ知り合いだったのかな。よし、クリアだ。サム、手を貸せ。はい。ああ、光ってます、光ってます。緑色ですね。おお、結構あのスプリンター押し上げる。はい、押し上げます、押し上げます。お、連携プレイですね。あれ、今回からコープできるようになったんでしょうか。ストーリーモードでも。そして登る。あれ、結局一人でも登れる高さなんですね。そしてここで左右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 。敵だ。カバー。 B でカバーで、左スティックで次のカバーに照準合わせ、 A ボタンを押すと移動。おお、これは一緒ですね。しかし久々にやるので、多分慣れるまで時間かかると思います。十字キー長押し、ホイール、お、殺傷性、非殺傷性。どうしましょう。今回あの縛らないで自由にやっていきたいと思います。さあ、タイミングを見て。あ、一緒に出てくれるのかな。よし。お、かっこいい。おお、相変わらず。通信ができないんじゃどうしようね。お、銃ゲットですね。はい。さあ、ここから単独行動ですね。相変わらずアクションがかっこいいですね。前回のコンビクションでは、あの先頭にグラブマガっていう、おお、イスラエルで開発されたあの戦闘アクションが取り入れられておりましたけども、ジャマにたどり着く。さあ、敵がいますね。ちょっと暗いかもしれませんが、こんなもんでしょうから。
あ、二人いますね。これスポットできるかな。お、できます。やった。これスポットしておくと後でいいことあるんですよ。よし、二人スポットして、でこのよいしょ、お、見られてない。よし、スポットして、でさっきスポットした人あ、いた。さあ、あ、エクスキュート補充で補充すると、こう、あ、え、お、当たる当たる、あれ死んだあ、そうだ、難易度リアルですね。慎重に行こう、もっと慎重に行こう。よし、カバー。今みたいにあのエクスキュート補充、格闘で敵を倒すと、あの右の三角形マークが光って、でこのアイコン、あらかじめスポットしておいた敵を自動で撃ってくれるというものですね。かっこいいですよね。危ない。で今回も一人倒せば、スポットした全員が射程範囲内にいる限り当ててくれるようですよ。さあ、まあ別に倒さなくてもいいかもしれないので、お、前に二人いる。スルー。無理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 だ、無理だ、これは無理だ。ああ、あれこんなに難しかったっけ。さあ、サクサクやっていきたいところではございますけど、よいしょ。慣れてるな。あれさっき敵さん脱出したように見えたんですけど、まだ残っているようですね。お、発見されそう。怖いですね。いきなりリアルでやらない方が良かったかなと今更思いますけども、バレた。逃げろ逃げろ。これどうすればいいんだ。はい、またここですよ。どこかに抜け道があるはずなんですよね。あ、こっちから行けるかな。こっちからはいけないですね。あまちゃん、そういうことだ。飛行機やミサイルがなければ戦うことができる。で、会えなくあの世行きってわけだ。さあ、慎重に行こう。これ明るいところは避けて、こっちかな。でこの人は倒しちゃいましょうか。よいしょ。さあ、おねんねの時間だぜ。よし、この銃声に紛れて後ろから進んでいきます。そして、怖いな。そことそこ。カバー。ああ、違う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 。よし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 。調子いいぞ。左にさっきいたんですよね。だからこっちに一回カバーしましょう。仕掛けております。仕掛けてる間は向こうに集中してるから、どうしましょうか。そーっと行けばバレないかな。さあ、来ると予測して来ないですね。よし、でこの人倒しちゃいましょう。寝る時間だ。よし、お、うまいんじゃないですか。そして残り 23m、 急いで急いで行こう急いで行こう。ああ、見られた。あ、いいとこでムービー入ってくれました。頼む。この人さっきグレネードを持ってた人。あ、違う、これは味方っぽい。じっとしてろ、じっとしてろ。目が怪しいですね。待て、止め方を知ってるのか。やってみるぞ。あいつは遠くな。
ついたぞ。これは助からないやつですね。オッケーオッケー。何簡単さ。オシレーターをオフにしてジャミング電波を止めればいいんだ。おとなしくしてろよ。上のあのアンテナ壊しちゃえばいいんじゃないですか。どれがスイッチなんだ。青いボタンはある。ある。それなんだって。おい、しっかりしろ。簡単だ。何が。ブラックリストは止められ。邪魔を切ったぞ。ブラックリスト。ブラックリストは止められない。おー、やっぱりさっきの。ああ、アナゴさん終了のお知らせ。そして近未来的な画面、タッチパネル対応。UV ソフト。ここでぶっこんできましたね。パールハーバー以来であり、ジニアと称するテロ組織が今回の犯行声明を出しており、インターネットに投稿されたテロの映像の中で、再生数うなぎ登り。この攻撃はブラックリストと称され。ブラックリスト。おお。これあれですね、田中敦子さんですね。声が。ああ、ここなんで。なんで流出してるんでしょう。それがこの作戦の名だ。おお。7日ごとに新たな攻撃を行う。要求は一つ。現在米軍は153カ国にいる。その全てを撤収させろ。すぐにだ。これ敵はどこの国の人なんでしょう。おお。交渉はしない。ブラックリストに中断はありえない。次の攻撃まで7日の猶予がある。We are the engineers。 ブラックリスト。かっこいい。ブラックリスト。さあ始まりました。パラデン1とフォースエシュロンの準備は完了。ここまで何回やられたんでしょうね。サムフィッシャーのビクター・コステが重傷とか、彼と一緒にいるはずよ。あ、ビクターがアナゴさん。グアムでは数百名が死亡し、他にもテロ計画が進行中。全世界が注視しているけれど、犯人が何者かは不明。フォースエシロンの出番だけれど、それにはリーダーが必要だ。くたばるなよ、コステ。この人声、コステの他も一緒に来るはずよ。シワちゃんの声当ててる人ですね。チャーリーコール。あとグリムスドッティアが CIA からアイザック・ブリッグスの引き抜きを。有能な男よ。おお、グリムを発生。彼女もこの任務にあなたは不要だと。けどダメよ、彼女以上にあなたと息の合うパートナーはいない。前作言った人ですね、田中敦子さん。あなたにフォースエシュロンを託します。やった。さあ裏組織のリーダーになりました。どうやら大統領直々の命令で動くようですよ。なかなかいいね。初めてか。一人パーティーしに行く人がいますけど。エンジニアについて分かってることは。皆無よ。今怪しい連中を片っ端から調べている。あの名前はフリーダムだ、ブラッドだ。これから行われる作戦のようね。ならアメリカンコンサンプションまであと5日か。そうね。カタカナ多すぎるよ。攻撃目標を目下分析しているところ。はい。おお。機体について説明する。こういう部屋欲しいですね。作軍用輸送機か。専用装備満載のね。武器庫、何するんだって感じですけど。交流施設、地上と変わらないわ。移動基地か。懐かしいな。飛行機。どうした。通信チップの埋め込みですよ。道路工事あるまいし。こいつに比べたらエアフォースワンも紙飛行機当然だ ね、 ですね。性能についてもっと。パーティー会場はここじゃないですよ。ニュースやインターネットのデータ収集、予測分析、画像の解析、それに加えて電子情報システムへの侵入や CIA、NSA、DCS、FBI のデータによる顔の照合もね。リアルタイムよ。これが言っていたやつか。 SMI。 ストラテジックミッションインターフェース。チャーリーが関わってた頃より大幅に進歩しているわ。チャーリーって誰だっけ。あとは彼に聞いて。最高なのはここはもちろん地上からでもオプサットで全てをコントロールできる点さ。すごいな。必要なものがあったら言ってくれ。僕は研究に勤しむよ。すまんな。ほい。で動かせる。ここがなんかメインメニューらしいですよ。SMI を使う。おっとサム、オプサット忘れてた。オプサット、最新の改良型だ。地上で使えるミニ SMI ってところさ。おお、便利だ。データ転送、ゾロン操作、スキャン。なるほど。 SMI につなげば OK だ。ちょっとの調整ですぐ使えるから。すまんな。すまんな。
ということでそろそろ時間がやってまいりました。明るさ調整ですね。見える、はっきりぎり見える、これくらいですね。ちょっと明るめにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。次回はこれオンラインですね。次回は、まあ、また、ミッションやっていきたいと思います初見なので次回何が起きるかよくわからないですが、さあということでご視聴ありがとうございました。よければまた次回も見てくださいね。お疲れ様です。